このレッスンではキャンバスオブジェクトとレンダリングコンテキストの取得方法について学びます。アセットの CanvasBasic.html を Chrome とテキストエディターで開いておいてください。キャンバスは HTML5 で追加されたグラフィックスの描画機能です。キャンバスを使えばブラウザ内の特定の大きさを持った領域に四角形や 直線、曲線、画像といったオブジェクトを描画することができます。ベクトルグラフィックスの描画であれば SVG などを使って行うこともできますがキャンバスを使えばそれらの描画を JavaScript から行うことができるのです。この機能を使えばブラウザーの中でインタラクティブなゲームアプリケーションのようなものを作成することも可能です。キャンバスオブジェクトは ブラウザー内での特定の大きさを持った四角形の領域を表しています。なお、キャンバスオブジェクトのデータ型としては、HTML キャンバスエレメント型になります。HTML をテキストエディターで開くと、ボディの内部の H1 要素の下にキャンバスという要素が記述されています。これが HTML5 で追加されたキャンバスタグです。 アプリケーションからはこの要素を getElementByID などで取得して操作をしていきます。キャンバス要素には ID 要素の他に width と Height によって四角形の大きさが指定されています。キャンバスを指定する際には必ずサイズを指定しなければなりません。それでは実際にキャンバスオブジェクトを取得してみましょう。 クロームからコマンドオプション I。Windows の方はコントロールシフト I でデベロッパーツールを開いてください。Div 要素のキャンバス要素を見ると確かに300ピクセル ×300 ピクセルの大きさを持っていることがわかります。JavaScript コンソールを開いてください。ここで キャンバスオブジェクトを取得してみます。bar ーコンテキスト ="document.getElementByID" そしてキャンバスオブジェクトに指定されている ID、えー、を指定します。ID はスケッチと、えー、記述されています。これでキャンバスオブジェクトが取得できました。 変数名を間違えたのでちょっと打ち直しますキャンバスオブジェクトの中身を見ていきましょうキャンバスオブジェクトはドムオブジェクトの一種ですのでコンソールから表示するとこのように HTML タグで表示されますコンテキストオブジェクトはキャンバスに付属する様々な描画に関連する状態を保持したオブジェクトです コンテキストオブジェクトの型は Canvas レンダリングコンテキスト 2D 型となります。なお WebGL を利用することで 2D 描画以外にも 3D の描画を行うことも可能ですが本コースでは 2D 描画のみを扱います。それでは Canvas のコンテキストオブジェクトを取得してみましょう。コンテキストオブジェクトはコンテキストという変数の中に格納してみます。 コンテキストイコールキャンバスの GetContext というメソッドを使えばコンテキストオブジェクトが取得できます。パラメータとして文字列でコンテキストの種類を指定する必要があります。キャンバスレンダリングコンテキスト 2D オブジェクトは 2D と指定すれば取得できます。そしてエンターコンテキストオブジェクトを見てみましょう。 コンテキストオブジェクトの中身はこのようになっています。このように、えー、描画に関する様々な情報、えー、塗りつぶし色やフォント、それからアルファの値や、えー、ラインに関する情報、シャドウに関する情報などが保持されていることがわかります。またそのプロトタイプを見てみると、様々な描画に関する、えー、メソッドが、えー、格納されています。これらの機能を使っていくことによってキャンバスに、えー、描画ができるのです。 本コースでは今後これらの機能について具体的に解説していきます。このレッスンではキャンバスオブジェクトとレンダリングコンテキストの取得方法について学びました。